こんにちは。整体のコニコスタイナです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は、朝起きるとお腹が痛い。そんな時の、対処法をお伝えしたいと思います。で、今回からちょっとシリーズでですね、何回かに分けて、シリーズでお伝えしたいと思ってるんですけども、でそれなんでかと言いますと、お腹が痛いってことは、その時ですね、朝起きた時のお腹の痛み、それを解消することも大事なんですけども、根本的には、まあ、ほぼ毎日のようにお腹が痛かったり しているあなたは、そのお腹が痛くなる、そんな原因があるはずなんですね。でその原因をしっかりと解消してあげないと、またお腹が朝痛いということになってしまって、なかなかその繰り返しから抜け出れないということになりますので、根本的に良くするためにですね、しっかり原因まで解消する方法をお伝えしていきたいと思います。ただですね、やっぱその場の痛みも、解消することが大事ですので、今日はですね、まず、お腹が痛かった時どうしたらいいのかというところから始まりまして、またシリーズで根本的に解消すると。お腹が痛くならないようにしていくというところまで、持っていきたいと思います。で、お腹痛だけじゃなくてですね、腰が痛くてですね、お腹がちょっとこうぐしゃっとなりやすい人とかですね、あと膝痛い人、こういう人もですね、お腹この辺がですね、問題ある可能性って結構ありますので、そういった方もご覧になっていただければと思います。で、それではですね、まず最初に、今日はですね、朝起きてお腹が痛い時、まずどうしたらいいのか、その場の痛みをどうやって解消するかってことでですね、手当てよしよしっていうのをやっていきたいと思います。はい。ということで、ちょっと朝起きたというシチュエーションですね。で、こう、朝起きて、寝てて朝起きたというシチュエーションで、やっていきたいと思います。まあ、こうですね。寝てましたと。ちょっと仰向けなのか、うつ伏せなのかわかんないですけど、お腹痛くなりやすい人は結構ですね、横向けで、寝てることが多いので、横向けという、シチュエーションでいきたいと思います。で、こう寝てて、ね、起きましたと。起きたら、なんかお腹痛いなっていう時ですね。こういう時ですね、どうしたらいいかと言いますと、まず、この足の位置とか、体の位置をいろいろ変えて、ちょっと丸くなってもいいですし、結構丸くなったら楽なことが多いので、ちょっと丸くしていただいたり、まあ、この足の位置とか、体の位置を変えてですね、まず痛くない、あまり痛くないポジションを探します。で、枕もちょっとしたりとかしてですね、どの高さがいいかとかにもよりますし、あとちょっとですね、こう、体をちょっと斜め上の方にこんな感じで斜めぐらいにすると、仰向けまでいかないし、横向けでもないし、ちょっと斜めにすると楽っていうパターンもありますので、そこをちょっと調整して、まず痛くないポジションを探します。痛くない姿勢ですね。で、あ、これだとなんか楽だなっていう姿勢があると思います。で、大体そういう楽な姿勢というのは、息がしやすいです。息がしやすいです。で、あなたがだから息がしやすくて痛みが感じないところに持っていってあげますと、結構ちょっと楽にな感じになってくると思います。で、その場で息しやすいですから、息をゆったりとしていただきます。ただゆったりと息してるだけだとね、ちょっとお腹が痛いとしんどいんで、手をですね、軽くこう当てます。押さないようにしてください。ポイントは押さなくて、本当にもう触れるだけです。本当にまあ、服みたいなね。服みたいに、こう、触れてるだけみたいな。そういう感じで、手のひらを、まあ、痛いところとかですね、に置いてあげます。で、あんまり痛いときは、ちょっと離した方が楽な場合がありますので、手を置いて、ちょっとお腹の痛みが収まるところに手を触れるだけにしてください。押さないようにしてくださいね。で、その状態でゆったりと、息をします。そうするとですね、さっきよりも痛みが楽だと思います。で、この状態でしばらくですね、まあ数分ぐらい置いてあげて、ちょっと収まってきたなとなったら、ちょっと軽くですね、さすってあげてもいいと思います。で、さするときは横向けでもちょっと仰向けっぽくした方が、さすりやすいという場合がありますので、そこからちょっと、やりながらですけども、横向けなのか、ちょっと仰向けなのか、っていう形で徐々にですね、ちょっとさすってあげます。これもゴシゴシさすらずにね、よしよし、さすってあげてください。で、これまたしばらくやってってあげます。ちょっと疲れたらですね、休憩しながら手当てだけでもいいし、ちょっと手離して休憩でもいいです。で、そういう形でだんだんとお腹の痛みが取れてきたら、徐々にですね、
仰向けに持ってってあげます。いきなり仰向けにすると、お腹、結構痛み強くなりますので、最初は横向けから、徐々にですね、まあ、これビデオ、動画なんで、すごい短い時間で説明してますけど、実際これをやったときは、数分から、長い人だとちょっと数十分かかるかもしれないです。2、30分かかるかもしれないです。で、ゆっくりゆっくり、仰向けまで持ってってあげると。いう、ここまでをですね、手を当てたり、手を離したり、あとゆったり呼吸したりですね、あとちょっと足の位置変えたりとか、ちょっとさすりながら、よしよししながら、持っていくというふうにしてあげますと、だんだんとこのうつ伏せで丸くなってた状態から、仰向けになるとお腹がある程度伸びてきますので、こういうふうにお腹の緊張がほぐれてくるとですね、よりお腹の代謝が良くなって、まあ、痛みが出にくい格好になってですね、立つってことはお腹が伸びてないと立てませんから、まずは寝た状態でそういう状態に持っていってあげてください。ここまでちょっとゆっくりとですね、あなたのお腹の調子見ながら、まあまあ例えば仕事に行かなきゃいけなかったりとか、やることがあったりとかはすると思うんですけども、無理せず、徐々にそういうふうに、仰向けになれるように持ってってあげてください。で、この仰向けになってからじゃあどうしたらいいかってことで、次回続きやりますので、また楽しみにしておいてください。で、気になる方は下のところからぜひですね、チャンネル登録をしておいてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。